こんにちは今回はマルシン工業から最近発売になりましたコルトコンバットコマンダーダブルディープブラック ABS ご紹介したいと思いますこのシリーズねずいぶん長い間ね予約を待ったそれでねやっと届いたんですけれどもこのダブルディープブラックバージョンに関してはですねなるほどなというところが多いですね はいこれはね、えー、もうすでにご紹介済みの、えー、S70 ですねはいどうでしょう色つやこんな感じでございますまずはちょっとどかしましょうかね単体でねはい映してあげましょうこの辺がいいかなねいい感じですこちらもこんな感じです ま、以前からあの申し上げている通り私はね子供の時からどちらかというとガバそのものよりもねコマンダーのねこの二等辺三角形がねずっと好きだったんでねこれ変わらないですね三つ子の魂100までっていう感じでそれと今回の、まあ、この、まあ、マルシンさんのねこのガバ自体そうなんですけれども思ったよりねここがね細くてこう握り込みやすいですねこの辺がね非常に何て言うんですかね えー、過去のねちょっとふっくらしたモデルなんかに比べるとおっと思わせてくれるようなところそれはそのままね踏襲されていますしかもあのスライドのねククククガタつきはもうほぼありませんマガジンもね綺麗に仕上げられていてシュッシュッとあとでね装填してみないとね中身の方は分かりませんけれどもねとりあえず外観はこのぐらい綺麗な感じです であとね、しつこいようですこのボタン薄いのいいですねねこれすんごくいいです気分がカピン軽いですよね中がねスカスカですからねモデルガンのねマガジンはこれ音がいいですねパッケージはね共通です今回もねはいでここのシールだけでモデルがね、はい、特定されているということになります プラグファイアーカートリッジ新型のカートリッジですね。アルマイトの、ね、非常に軽いねカートリッジですから、真鍮製の、ね、過去のプラグファイアーカートリッジに比べると、本体への負担はまず少ないでしょうしまたカートは勢いよく飛びそうですね。はい谷尾小葉さんのプラカートなんか最高ですよね。どこ行っちゃったかわかんないみたいな感じで。 やっぱりねカートリッジがねパーンって弾け飛ぶっていうのはブローバックモデルの魅力ですからねあ申し遅れましたがですからこれは発火モデルですね今回ダミーカートモデルってあったのかなちょっともう私予約したのが随分前なんでもう忘れちゃってるんですけどあればダミーカートモデルを予約したと思うんでおそらくこのあと出るのかな、まあ、ダミーカートに変換することっていうのはね過去のね従来のモデルに対してのその はいえー、やり方と同じでね後からすることもできますんでねとりあえず発火モデル買っておいてでも私なんかあの貧乏症なんでもったいなくて発火しないんですけれどももしかしたらこうメッキモデルの方が強いかもしれないななんてことも思ったりしておりますではね、えー、重量を測りましょうペン軽いですよおそらくはい 500グラムそれでも 500g ありますね、まあ、ウエイトとかもね多少入ってるんでしょうからねでしつこいようですけどもカート5発でカートが軽いんですよね今回ね 31g ですからカートを、えー、装填して、えー、5 3 0 4 0グラムっていうところでしょうかフルに装填してもね、まあ、いずれにしてもね、あのー、エアガンエアガンの場合はマガジンが重たいですからそれとかね まあえー、ヘビーウェイト重さを売りにしたモデルガンなんかに比べると軽いんですけれどもそこはそれですねこれはもう観賞用と割り切った方がいいモデルじゃないかななんて思いますよねはいちょっとディティールねアップで見ていただきたいと思いますまずねマズル部分ですねはいインサートグワッと見えててねいいですねはい。ククククククとね一応ね拭き上げてはいますでこれもね クンクンしてもそんなに油がねベトベトについてきたわけではないですねはいリングハンマーがねいいですねサイトピクチャーなんかも見てみちゃいましょうかこんな感じでね、はい、でシンプルなねリアサイトとフロントサイトこういう感じですねどうでしょう引けはそんなに感じられないですよね私見たところそんなに感じないんですけれども きれに見えちゃうといけないんで、この辺きれいにしてからね、見ていただきましょう。こんな感じで、はい。ね、パーティングラインなんかもきれいに仕上げられてていいですよね。この辺にボロがないですよね。あ、ここにちょびっとこう引けを認めることができますでしょうか。どうでしょう。まあ、細かいことがね気になる方はね、まあ、ちょっとでも樹脂成形のものでそれはちょっと難しいですよね。 やっぱりね、高級モデルガン作られてる某社さんの場合は全然違う材質のものに、ね、何ともの圧力をかけて、ね、それを随、ね、分長い時間かけて鳴、ねはいねえー、らしていくということをされていますのでそういうのに比べれば所詮はね、これは成形物ですからね。クッククックとグリップセーフティーもしっかり効いています。まあ、モデルガンですからね、別段 それほどその射撃精度には効いてこないと思いますけれどもとりあえずねトリガープルってっ測ってみたいですよねこれねストローク短くてねいいトリガーシステムですよね1 4 3キロっていうのが出ましたねやってみましょうかあんまりね空打ちしたくないんですけどねたまにはいいですね 169そのぐらいですねエアガンとはね桁外れにねハンマーのスプリングの強さが違いますからねそれだけ抵抗も違うというところでもう遊びはほぼゼロですねこっからいきなりガチッとこうきますねでスクイーズしていくとスタンと切れますバチーンっていう感じで一瞬ねやっぱりメインスプリングというかあのハンマースプリングのね、えー なんかパワーをねちょっと感じる抵抗が入りますはいただ打ったら楽しそうですねやっぱりねではね、えー、装填廃墟の方のね様子を見てみたいと思いますカートはね一番最初にご紹介したこのねはい S70 のね時のカート使い回していますよろしいですよね同じメーカーさんで量産のカードですからそう大きく違うことはないでしょう よいしょ。うん、ょしょコメントいただきましてね、マガジン内になんかバリがあるっていうところもあるかもしれない。この辺何回も遊んでたから引っ掛けてなくなってくんねえから <laughs> ガバのマガジンの場合ね、あのー、メインスプリングマガジンスプリングを押さえといてカランってあのフォロワーを出せばすぐできるんですけどヤスリで削っちゃうとね騒びるんじゃねえかなと思ってねはいこんな感じですねじゃあちょっと装填廃墟やってみましょうね初装填初廃墟ですねはい、えー、箱を開けた後ね、えー、特に何もしてませんのでこれがあの箱出しの状態ということになると思います 中央入ってますね、はい、おもう一息だな勢いよくやると出ますよねおもう一息だなカッキンって絡んでるの分かりますねおおこんな感じですあのえー、っとなんていうんですかえー、おまかしなくこれが実際最初箱出しで装填廃墟をしたところですね 2発ほどあのー、装填の不良がありましたね廃墟の時にやっぱりねちょっと引っかかりますよね何が引っかかってるんでしょうねって感じですねまあこのあとこれをねいろいろと調整していくのかあるいは干渉、えー、用として割り切ってしまうのかと私さっきからなんか様子おかしいなと思ったらねはい老眼鏡をかけ忘れてましたねはい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 おっくっきり見えますね くっきりしてますねくっきり嫌ですねはいでこれがねまたねこれスライドストップがね綺麗に落ちないんでカチンって感じで、ね、ちょっとここは怖いな、ね、はいなめちゃってねこのノッチのところが欠けちゃうのはねちょっと嫌ですね発火モデルの場合も割り切ってガンガンねやっちゃってここなんか丸まっちゃったっていうぐらいですけどもねはい2回目のねえ1発目 OK クリクリクリ あ大丈夫ですねなんか出方でももっとポンっていかないとあでもいいのかなこれでねはいおお残念はいはいもう1ラウンドぐらいねちょっとならしもあってやってみてあげましょうそれでどのぐらい変わるのかもねたまにはご紹介するのもいいかなと思います私の場合そんなにね もう一丁もバリバリにね調子よくなるまでだんだんやるっていうタイプじゃないんでもちろんねそのまま箱に入れて放置してるわけじゃなくてねえー、何ヶ月かしたらまた多分開けてね様子は見てあげたりするんですけれどもはいなかなかね手が回らないのも事実ですやっぱりお気に入りのモデルに集中しちゃいますねこれね遊んでる間にね少しガタが出てくるんですよねほらね最初何もなかったのがねガタ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 ,カタセーフティーはね ちょっとご紹介し忘れせます最初は硬いですけどこれぐらいは十分ですね全然動かないってことはないんでねこのリップルードルかなちょっと立ちすぎてる気もしないでもないいいですねあー残念 うん。はい。やっぱりね、ちょっとね、リップの調整が必要かもしれないですね。ちょっと立ちすぎてる感じがするんですよね。キュッという感じでね。おそらくね、この状態だったらね、いいんじゃないかなと思うんですよ。あ、ポンって入れた瞬間にいっちゃうのかな。あ、同じですね。失礼しました。ということは、バレルがうまくできるとしないとか、そんな感じかな。うん。 バレルの材質ななんかかとね、ね。あるかもしれないです、ね、どうもねこう何て言うんですかねこう押し込みは押し込めるんですけどみたいな感じで多分ねやっぱり全てがね私カートの軽さもあるんじゃないかなと思いますね。この辺ちょっともし見えていただけたらちょっと傷ついてるのが分かると思うんですけどこのカートの軽さと材質要するにアルミなんでね真鍮のやつって あのプラグファイアカートいってジョボッと入ってる感じするじゃないですかこれがねこれ軽いとカツンって感じで引っかかっちゃうような感じですねおおおはいちょっとねはっきり言って絶好調ってわけには程遠いですねはいまあただしつこいようですけれども観賞用として割り切るかなってところもあるんで <laughs>、はい、これはまあこんな状態でしょう あんまりねあのー、調子上げてからね素晴らしいですよなんてね提灯つけるわけにもいかないんでねとりあえずうちに届いた個体の調子はこんなもんでございますただね気に入ってますはいこの色ツヤ。完璧でございますはいね まあ、この長さの違いこれが魅力ですねやっぱりねまあフルサイズのガバンも私大好きでは大好きですよねこれはどっちかとトップヘビーな感じがねこうちょっとするんですけどこちらはねもう本当にもう隠し持ってみたいな感じでねあここにも引けを見つけちゃいましたねちょっとねそんな感じに見えたりもしますねはいそれでも全般的に見ていい感じじゃないかなと思いますはいということでね、えー、今回はマルシンから最近 発売されました XPFC カート仕様のですねコルドコマンダーはい W ディープブラック ABS ご紹介させていただきましたではまた